土井式ね、やってるメンバーが、12月の年末商戦開けた後の1月っていうところだったんですけど、はいはい、皆さんあんまり落ちてないですよね。まあ、おかげさまでうちの弟なんかも、月賞1000万水準で、5ヶ月連続達成しましたよ。で、逆にうちの弟の場合、12月年末商戦だからってそんなに伸びなかった。年末が空いてるってなかったんで、ところが1月も1000万なんで、12月1100万ぐらい、1月も1000万だったんで、全然落ちてないって逆に言うと、その1000万がもう5ヶ月連続なんで、ベースが。ちょっとしんどい大振りの仕事してるとかっていうことじゃなくて、着実にベースがあるっていうのがね、見て取れますよね。むしろ彼ね、ちょっと年末年始インフルエンザかかったりなんだったりってね、ごちゃごちゃ病気になったりしてたんで、人生そんな長くないぞっていう発表をかけたんですけど。あ、でもご家族みんなちょっとかかったみたいなね、そういえば言ってましたね。そう、ずっと順番にかかってって、なんか結構病気だった時が多いっていうね、だからなんですけど。一時ね、そうすると勝てないで専業主婦ですからね、やること出てますよね。にもかかわらず、売り上げはそんなに落ちてないんで、むしろ1000万のベース5ヶ月連続達成っていうところで、まあこれは本当ベースになってきたかなと思うんですよね。それがうちの弟だけじゃなくて、他の皆さんが今ね、数字気がする見てましたけど、年末商戦からガクンと落ちてる人ってあまりいないですよね。理解とベースになってるっていうか。ですよね。もう直近のね、ステップさんって3期生、4期生なんかもそんな感じで。もちろんね、1月の方が特に売れてるっていうことは出てないですけど、もう半分になっちゃったとかね。ないですね。半分の2だとかっていうのは出てなくて。逆にほら、ロイさんの例的には、季節性だったり、あとは人気の商品だったり、扱うのやめましょうっていうのが定義になるじゃないですか。扱っちゃ悪いってことはないかもしれないけど、基本的なベースがある上で、それをやらないと、ちょっと応用編なわけですから、それがね。売り上げもうちょっと作りたいって慣れてきた後で、12月から1月で売り上げが落ちてないってことは、皆さん定番商品にちゃんと傾注して、商品の選定とメーカーの向上と仕入れができてるのかなっていうのを見て取れますね、ですからね。作れてるから、じゃあね、年末少し何かこの商品乗せていこうかっていうのはね、してもいいと思うんですけど、そっち先じゃないんですよ。山木先生の長男さんとかは、逆にそういうベースがあるわけで、ある上で年末頑張ってましたけど、1300、400万ぐらいちゃんとやってるんで、ってことは、まあ、上振れの300万分ぐらいが年末商戦とかやってるのかなって。でもやっぱりこう、ね、お店とか物販やってると、そういう形がね、やっぱ安定していいですよね。山木先生の長男さんも本人で認識してましたよね。これちょっと定番っていうよりも売れてるからちょっと今やっちゃってるんでっていうね。そういう構えでやってるのは別に悪くないですね。どこまでが定番で、どこまでが年末でっていうのがね、ちゃんと分かってるんで。そうですね。もう売り上げ規模的には率取れる範囲っていうか、そういうのができるとまた面白くね、なってきてるんじゃないかなってね、思いますよね。ほんとね、土井式って僕思うんですけど、2004年からインターネットビジネスずっとやってきてるんですよ、僕って。結構いろんなやっぱりこの波とか、プラットフォームの流行りスタイルが変わったりだとか、やり方が変わったり、いろいろ見てきた中で、土井式一番ね、安定しますよ。正直、うちの弟、もともと病気すごい患ってるし、リウマチ、重度のリウマチ、結構痛むんですよ、それが。で、薬投与してる、すごい薬投与するような状態だよね。それで、なんか。毎年かかりますよね。毎年かかりますよ、必ず。年末年始必ず終わってるっていうね。コロナもかかった時もあったしね。でも、それでもね、売り上げがたったくこうやって維持継続できるっていうのは、もう本当ありがたいですよね。最初に弟に、ちゃんと取り組むビジネスがロイシキでよかったなと思うんですけど。でもね、合宿系でいくと、コロナ禍ちょっと延長とかあったんで、もう、コンサート、このスタートの前からの5年ぐらいはね、こう見ていただいてると思うので、そこが安定感っていうのをね、見ていただけてるので、まあ実感でお話しいただけてるのかなと。まだでもね、実際取り組んでからは、まだ3年と何ヶ月みたいな。3年半ぐらいですか？そう。ほら、お話を聞いてたのが、5年前で、ロイさんのこういうビジネスモデルで。あ、そうですね。実際売り上げ、ちゃんと、ロイ式を教わってから、取り組みを開始してから、まだそんな経ってないですよ。今年の7月とか8月でようやく4年なんで、9月で丸4年か。いや、本当ありがたいですね。だからやっぱり、まあビジネスいろんな形があると思うんですけど、もちろんね、売り上げどんどんって稼ぐって方法もありますけど、やっぱり長期的に見て会社経営って視点から見ると、やっぱりロイ式ですよ。今僕たちのこのやり方的には、まさに北の物販大学から教わったので、ビジネス躍起になるのと。で、会社法人で、物販の会社法人で、毎月安定的な売上利益があって、銀行融資も積み上がって、さらには所得も安定して取れるような状態になって、それを株式投資にぶち込みまくりましょうっていうね、毎月。結局、日本の先生考えるとそこが一番でかいして、それが読めるっていうのがすごいでかいですよ。本当、この礎がね、ロイ式で作れるんで、おかげさまで、助かってますよ、本当に。ね、やっぱ時間もね、取れるっていうのはね、大きいですよね。で、着々と他の方もね、同じようなペースが。特にまあ、うちの弟以上になら、NK さんとか、山木先生の長男さんとか、ガチでやるでも、ちゃんと売り上げがね、2000万円になって、化粧がですよ、1700万だったりって、そういうのも挑戦できるし、ゆっくりやってるサラリーマン、現役組も、ちょっとずつ売り上げ上げてるんですね。副業的にね、そこまで売り上げ上げなくても、まあ、本業でちゃんと家族が養えてて、で、プラスアルファの部分が生まれてっていうところでは、それを今度どうしていくっていうね、こう、時間をかみながら、こうね、いろんなチャレンジができる状況がね、作れると思うので。ということで、安心安定のロイ式。ね、最初取り組むまではいろいろ新しく学ぶこともあるかもしれないけれども、一度積み上げていくとね、で、落ちにくいっていうね、このメリットがあるんで、ぜひ皆さんにも挑戦してもらいたいなと思いますね。そうですね。はい、で、まあ、諸先輩もね、もう揃ってるので、先輩方が聞いたことにね、ちゃんと答えてくれるという、おかげさまで、はい、いいコミュニティに育ってるなっていうこともありますよね。まあ、2023年もね、今年もいろいろチャンスの年だと思うんですよね。頑張ってほしいなと思いますね。